皇后、雅子さまと愛子さまの親子の絆に、世界中から感動の声が集まっています。雅子さまは適応障害で療養され、愛子さまは学校に通えなくなってしまったことがありました。ですが、雅子さまは少しずつ公務に復帰され、愛子さまも雅子さまの付き添い登校で学校に通えるようになりました。とても大変な中、お二人がお互いを信じ、自分自身の力で苦難を乗り越えられたのは、愛子さまが幼い頃に雅子さまに送ったある詩があったからだったのです。では、愛子さまは小学生の頃にどのようなことを雅子さまに伝えたのでしょうか。今回は愛子さまが送った雅子さまへの手紙の内容と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。小学生の愛子さまが送った感動の手紙。愛子さまが学習院初等科に通っていた時、母の日のためにカーネーションというタイトルの詩集が作られました。その詩集には愛子さまご自身が作成された詩、お母さまが載っています。この詩を作った時、愛子さまはわずか8歳でした。ですが、お母さまである雅子さまへの深い思いが綴られており、感動的な詩となっています。そのお母さまという詩をご紹介しましょう。生まれた時、私を抱きしめてくれたお母さまへ。私は8歳になりました。16歳まで半分になりました。生まれた時のことは覚えていないけれど、お母さまとお父さまに出会うまで、おじいさま、おばあさま、ひいおじいさま、ひいおばあさま、誰か一人でもいなければ、私は生まれませんでした。そう考えると、命をつなげてくれた全ての人に感謝を伝えたくなりました。これから大人になっていくまで、雨の日も雪の日も曇りの日もあるでしょう。でもきっとお母様といつも一緒です。いつだったかママではなくお母様と呼ぶようになりました。ふと見るとお母様は少し寂しそうでした。たくさん泣いて文句を言ってお母様を困らせたことや、ごめんなさいが素直に言えなかったこともありました。だけど、いつもそばにいてくれたお母様。怒った顔も、笑っている顔も、泣いている顔も、どんなお母様も大好きだから。私はお母様が私のお母様で本当に良かったと思います。だから、見えない旅路も、いつもそのままのお母様を見守りたいと思います。だけど、いつかはきっと離れていく日が来るでしょう。だから、お母様、産んでくれてありがとう。出会ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。そして、愛してくれてありがとう。私は、お母様とお父様の子供に生まれ、世界で一番幸せです。としのみや愛子。以上が、お母様、という詩の全文です。雅子様への愛情と感謝の気持ちが伝わってくる、とても素敵な詩です。しかし、愛子様は愛情や感謝のみならず、脈々と受け継がれてきた命のことや、やがてやってくる別れにも言及しています。とても8歳とは思えない想像力です。また、雅子様がどれほど深く愛子様を愛し、向き合ってきたのかも想像できます。さらに、小学生には難しいと思われる言葉のチョイスから、愛子様が読書家でボキャブラリーが豊富であることがわかります。おそらく、ご両親との会話の中で、覚えた言葉もあるでしょうから、天皇ご一家の仲の良さも伺えます。実際に、天皇ご一家と交流がある方々に、ご一家のことを聞くと、会話の多い家族と話すことが多いのです。ご一家が式典や公務にご出席される場合は、ネクタイやスーツの色を合わせるなど、リンクコーデが多く、事前にどんな色の服を着用するのかを話し合われているのがわかります。そういったところも仲の良さが現れています。そして最後の、私はお母様とお父様の子供に生まれ、世界で一番幸せです、という一文を見た天皇皇后両陛下はどれほど嬉しかったことでしょうか。幼少期からの読み聞かせが愛子様の文才を育てた。2001年に誕生された愛子様は、天皇皇后両陛下から大きな愛情を受けて育ちました。2004年1月には、
宮内庁が天皇ご一家のホームビデオを公開しました。その映像から御所内での天皇皇后両陛下と愛子さまの様子を見ることができます。ホームビデオの内容は東宮御所で天皇陛下が愛子さまを撮影しているというものでした。その中で2歳8ヶ月の愛子さまはうずらちゃんのかくれんぼという絵本をカメラに向けながら、もういいかい、まーだだよ、どこに隠れたのかな、と可愛らしい声で音読されていました。音読している時、絵本は天皇陛下の方に向けていましたから、愛子さまは絵本の内容をすべて記憶しているのでしょう。さらに愛子さまはパパも、と天皇陛下に呼びかけています。天皇陛下は笑いながら、おい森蔵、声を聞かせてくれよ、とお答えになりました。その後お二人で何度か会話を交わされて、愛子さまはおしまいと絵本を閉じて、笑顔をカメラに向け、ビデオは終了しました。ビデオから微笑ましい日常と愛子さまの聡明さが伝わってきます。このように愛子さまの成長の節目に公開された映像や写真の中で絵本が映り込んでおり、その度にワイドショーで取り上げられていました。また紹介された絵本は人気が上昇しました。ちなみに愛子さまの1歳の誕生日に公開された写真には、いないいないばあ、遊び、グリとグラのあいうえお、みんなでね、などが映り込んでいました。さらに2歳の誕生日には、後ろにいるのだーれを雅子さまが読み聞かせている映像が公開されました。愛子さまも読み聞かせを聞きながら真剣に絵本を読んでいました。それに加えて天皇陛下がエリック・カールの「腹ペコ青虫」の劇を鑑賞した際、うちの子もこの本が大好きなんですよ、とおっしゃったそうです。この頃の天皇皇后両陛下は自然に会話が生まれる絵本や動物が出てくる絵本を愛子さまに読み聞かせていたようです。こんな風に愛子さまは幼い頃から絵本を介してご両親とコミュニケーションを取られていました。両親の声掛けによって赤ちゃんの情緒が豊かになると言われていますが、言葉が通じない赤ちゃんとのコミュニケーションは難しいことでしょう。ですが絵本や歌は親と子のコミュニケーションツールに最適であるため、天皇皇后両陛下は愛子さまの情操教育のために絵本をたくさん購入して読み聞かせていました。絵本によって愛子さまは感受性と想像力、文才を育み、先ほども紹介したような感動的な手紙を書く方に成長されたのでしょう。ちなみに雅子さまも愛子さまと同じように、幼少期は母親である小和田由美子さんに絵本の読み聞かせをしてもらっていました。父が外交官であるため、雅子さまは幼少期は海外で暮らしていたため、由美子さんが日本の絵本や童話を寝る前に読んでいたとのことです。雅子さまは特にフランダースの犬が好きで、何度も読んでもらっていたそうです。クライマックスのネロとパトラッシュが天に登っていくシーンでは、読んでもらうたびに雅子さまは涙ぐんでいたという心優しい話があります。天皇陛下も幼少期には上皇后さまに日本の古典や英語の詩を読み聞かせてもらっていました。上皇后さまは言葉の意味を理解させることより、言葉の美しさやリズムを感じ取ってほしいと考え、読み聞かせをしていたとのこと。このように絵本の読み聞かせは親から子へと受け継がれていったのです。愛子さまの平和への願いと世界とのつながり。愛子さまは学習院女子中等科の卒業記念文集に、ご自身が原爆ドームを訪問した時の体験や平和への問いかけを表現した世界の平和を願ってというタイトルの作文を寄せられました。その作文の最後に愛子さまは、日常の生活の一つ一つ、他の人からの親切一つ一つに感謝し、他の人を思いやるところから平和は始まるのではないだろうか。そして唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は、自分の目で見て感じたことを世界に広く発信していく必要があると思う。平和は人任せにするのではなく、一人一人の思いや責任ある行動で築き上げていくものだから、と綴られています。愛子さまの世界平和への思いがまっすぐに伝わってくる文章です。感受性の豊かさや文章の構成力、
言葉の選び方が優れているのがわかります。このように世界の平和を願う愛子さまは、高校生の時に初めて海外留学を経験し、世界への窓を開かれました。高校2年生の夏、愛子さまはイギリスのサマースクールに参加されたのです。2022年に愛子さまが初めて歌会始めの儀に臨まれた際、このサマースクールでの経験を和歌で詠まれました。その和歌がこちらです。英国の学び屋に立つ時迎えへ、開かれそむる世界への窓。サマースクールに向かう時の高揚感が伝わってきます。文才のある愛子さまですから、テクニックが光る和歌を読まれるのではないかと言われていましたが、テクニックにこだわらず、あえて素直な気持ちを和歌にしたためたとのことです。ちなみに愛子さまは英語がかなりお上手だと言われています。ハーバード大学を卒業し、外交官をされていた雅子さまと1日12時間も英語で会話するという習慣があり、わからない単語があるとその単語は知りませんと雅子さまに英語でお話しされたとのこと。日本でも英語の特訓をされ、サマースクールにも参加したことで英語のスキルが高まりました。また海外からの賓客が東宮御所を訪問した際、愛子さまも賓客の接遇を行うなど、幼い頃から国際親善はどのようなものかを学ばれてきました。愛子さまの英語のレベルはかなり高く、海外の賓客と問題なくコミュニケーションを取れています。さらに愛子さまが6歳の頃にはスペイン語のレッスンを受けていました。そのようなこともあって、愛子さまは外国語に関心を示され、大学に入学してからはスペイン語を学ばれています。天皇陛下も2006年からスペイン語の習得を始めたのですが、愛子さまも天皇陛下と同じ単語帳を使用してスペイン語の学習をされています。英語とスペイン語を習得していれば、ほとんどの国で通じると言われているほど、スペイン語は海外で重要な言語です。愛子さまは今後、海外の要人との交流も増えるため、英語とスペイン語の習得に取り組まれているのでしょう。愛子さまの単独公務デビュー。2024年に大学を卒業し、日本赤十字社への就職が発表された愛子さま。その愛子さまは、単独でのご公務の経験がありません。これまで単独のご公務に臨まれなかったのは、新型コロナ感染症の影響で出席されるご公務がなかったことや、学業を優先されてきたことなどの理由があります。学業を優先されていますが、天皇皇后両陛下とともにご公務にご出席される機会が増えています。そのような中で、愛子さまの単独ご公務デビューがいつになるのかが注目されています。愛子さまにふさわしいご公務として、日頃から愛子さまが関心を持っている分野が良いのではないかと言われています。例として、天皇ご一家は犬を飼われているので、盲導犬育成活動や日本文学、伝統芸能に関わる活動などがあります。愛子さまは学習院大学で日本文学について学ばれ、源氏物語も研究対象の一つです。この源氏物語といえば、作者の紫式部が2024年の大河ドラマの主人公になっており、各地で源氏物語の展示イベントなどが企画されています。そのような関連行事に出席される機会も多いとのことです。時期は大学を卒業されてからになるのではないかと見られています。さらに海外へのご訪問が単独ご公務デビューになる可能性もあります。宮内庁内で天皇陛下や皇嗣様がご訪問できない場合は、愛子さまが名代としてご訪問してはどうかという話が出てきているという情報がありました。しかし、天皇陛下の名代はかなりの重責です。それでも相手国に愛子さまへのご招待という形式を取ってもらったら、公式訪問が実現するかもしれません。愛子さまは外国語も習得され、日本の文化も学ばれているので、国際親善の場にふさわしいと言えるでしょう。単独ご公務はまだ経験がありませんが、2024年2月9日にケニアのウィリアム・サモエイルと大統領夫妻をもてなす昼食会にご出席されました。愛子さまが海外の賓客をもてなす公式行事にご出席されたのはこの日が初めてです。大統領夫妻が皇居の宮殿を訪問された際、
天皇皇后両陛下が英語で挨拶を交わされました。昼食会の会場に入る前、愛子さまは大統領夫妻に天皇皇后両陛下から紹介され、スワヒリ語で挨拶をされました。スワヒリ語はケニアではよく使われている言語とのことで、ケニア大統領夫妻を迎えるために練習したと思われます。愛子さまは大統領とケニアの閣僚の間にご着席され、ほとんど通訳を介さずに英語で交流されました。大統領からぜひケニアに来てくださいと声をかけられ、愛子さまはありがとうございますと返答されました。海外の要人にこのような言葉をかけられていましたし、愛子さまのご訪問を望む国は多いと考えられます。海外の反応。愛子さまと雅子さまの関係に対し、海外からたくさんの感動の声が寄せられています。その一部をご紹介しましょう。天皇ご一家の話題は嬉しいです。王女と王室、そして日本の国民が幸せでありますように、陛下が長生きされますように、愛あふれる文章に涙です。素晴らしいです。このいじらしいぐらいのお気持ち、どこから学べるのでしょうか。8歳の子で絵本をよく読むような子であれば、あれくらいの文章は簡単に書けるでしょう。愛子さまのことを持ち上げすぎだよ。それよりも公の場にあまり出ないのが気になる。8歳でなんと素晴らしい表現をされるのかと、お母さまに対しての言葉が泣けてきそうでした。愛子さまは類まれなる才能の持ち主でいらっしゃいますね。愛子さまの素直で清らかなお心が感じられる素晴らしい作文。子育ては親の愛情一つでいかようにも変わります。ご両親の愛情がどれほど大切で、どれほど成長に関わるか、ご一家の様子から伝わってきます。いかがでしたか。今回は8歳の愛子さまが雅子さまに送った感動的なお手紙をご紹介しました。手紙には両親への愛情と感謝が綴られていました。また語彙力や想像力も高く、ご一家での会話が多いのがわかります。愛子さまは2024年4月に学習院大学を卒業され、日本赤十字社に就職されます。大学を卒業されて、愛子さまがご公務にご出席されることも増えるでしょう。それに加え、海外に単独で訪問されることもあるかもしれません。愛子さまの今後の活躍に注目ですね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。